伊達さん、大変です。ボスはどこだ？え？ボスはどこだと聞いてる。さあ、どこでしょう。今日は昼ぐらいから姿を見かけてませんけど。くそ。それより伊達さん、今のシンクの間にとんでもない情報が。ん？いいですか、落ち着いて聞いてくださいね。瀬島の死体が発見されました。自宅の床の間に置かれた壺の中からバラバラに切断された状態で。そんな。見つけたのは家政婦で、警察に通報があったそうです。さらに重要なことがもう一つ、瀬島の顔には左目がなかったと。サイクロプスにやられたっていうのか。おそらく。どうするんだ、伊達。とりあえず瀬島のことは後回しだ。それよりも先にボスから話が聞きたい。もう一度オフィスに行ってみたらどうだ。ああ、そうだな。いない。なんでいないんだ。一体どういうことなんだ。何がどうなってる。瞳は熊倉組の元組長、熊倉露伴に撃たれたのか。89号をかばおうとして。ボス、どうしてボスがあそこに。夢だからだ。ただデタラメな光景が再現されただけだと。いや違う、そうじゃない。人は記憶にないものを夢に見ることはない。ということは、少なくとも89号はボスのことを知ってるはずで。もしかしてこの時計の針が何かを示してるんじゃ。何かって、思いつきで適当なこと言うのはやめてもらえないか。なあ、お前ってずっとそこにいるよな。もしかしてボスの秘密について何か知ってるんじゃ。シンクしてみるか。伊達、いい加減にしないとぶっ飛ばす。あのサイクリングマシンをこいだら何か手がかりが見つかると思うか。見つけたぞ。こいつは事件の謎を解くための鍵に違いない。だが、そいつに合いそうな鍵穴はどこにも。イケメンがいっぱい映ってるぞ。何興奮してんだよ。
もしかしてあのダーツマシンで高得点を取ると何か手がかりになるようなアイテムが。そんな仕掛けが施されてると思うか。脱出ゲームじゃあるまいし。そうか、ボスは昔漁師だったのかもしれない。だったら何なんだよ。わかったぞ、ヒントはあのタヌキだ。どっかに隠された暗号文からタを抜けばきっと意味のある言葉に。で、その暗号文とやらはどこにあるんだ。おい貴様、何か隠してるだろ。何も隠してなんかいないよ。ひょっとしてあの飾りゴマの中に何かが。 X 線で投資してみたが何も見つからなかったぞ。コーヒーを飲むときはいつも決まってブラックだった。やっぱりボスは黒なんだ。ああ、そうかもな。ボスのやつ、俺に隠し事なんかしやがって。あの墓石でぶん殴ってやりたい気分だ。ボスは無類のワイン好き。もしかして酔っ払って瞳の家に行ったんじゃ。酔ってるのはお前の方だろう。アイボ、ハックできるか。やってみよう。セキュリティロック解除。侵入する。いくつか動画データがあるな。つい最近、ほんの数時間前にアップされたものも。開いてみる。瀬島だ。なぜだ。どうして。ボス。
どうやら水木は知ってるみたいだな。イリスやオータの身に何があったのか。当たり前だ。あの光景はネット配信されていたんだし、ニュースでも大々的に報道されている。しかも国内だけではなく、世界中の各地で。3日前、水木は変わり果てた母親の姿を目撃した。2日前には父親の姿を。そして今日の未明、2人の友達が惨殺されたことを水木は知った。もう限界だろう。まともな精神状態でいられるわけがない。ちょっと一人にしてもらえないかな。大丈夫か。うん。相棒、アビスに連絡してカウンセラーをよこすよう頼んでくれないか。わかった。Thank you.
らいらっしゃい。瑞希ちゃんよね、太田の友達の。うん。そちら様は？ああ、そういえばまだ正式には名乗っていませんでしたね。前回は警察の ID を見せただけだったからな。私は伊達と言います。伊達さんですか？それでご用件は？黒田和明のすね肉を味噌に漬けたやつか。この店って何なの？塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれは発酵させた真由美の汁って書いてあるね。座布団とかけて、瑞希と伊達の関係と解きます。その心は？尻に敷かれているでしょう。山田くん、一枚持ってって。ねえ伊達、ビールのポスターってなんで水着姿の女の子が写ってるのかな？見てると喉が渇くからだろう。なんで？それは、その…水着用の椅子があるぞ。伊達のあばら全部折ってあげようか。そんな時計のことはほっとけー、なんちゃって。足の生えたボタン型のコーティングチョコだね。どっからどう見ても椅子だろ。うん、私とオータンは友達だからね。それで何度か。もうお客さんたら、褒めても何も出ませんよ。伊達ってロリコンなのにそっちもいけるんだね。どっちもいけねえよ。うちは何でも美味しいけど、一番のおすすめと言ったらやっぱりオムライスかね。伊達、なんか食べてくの？いや、食欲はないな。お前の方こそ腹は大丈夫か？うん、私も何か食べられるような気分じゃないかな。そういえば、どこに行ったんですかね？まあ、すぐに戻ってきますよ。ふらっと店を出てしまうのはよくあることなんです。そんな適当な感じで店の経営は大丈夫なんだろうか。うん。朝早くに出かけていったんですが、どこに行ったかまでは。そうですか。
お手数ですが、太田くんが戻ってきたら連絡いただけますか？はあ、よろしくね、おばさん。ああ、わかったけど。だって、別の場所に行ってみよう。そうだな。何？すごいイケメンじゃん。は？いやーマジマンジだわ。あげぽよでガチエモるわ。みずきちゃん、この人の知り合い？うんちょっと紹介してよ。ねね、受付嬢のくせに礼儀がなってないな。いや、だが意外と悪い子ではなさそうだ。お前、あれは断崖を登るうなぎってタイトルの絵だよ。どこが断崖でどこがうなぎなんだよ。追い立て、見ろ、オケラさんがいるぞ。わーいわーい、オケラさんだ。それ。ハイスツールだ。ここ？そら、ハイスクール。マイル先に敵艦だ。それはソナーだ。知り合いっていうか、なんていうか。めっちゃ知り合いじゃん。一緒にパリピった仲でしょ？パリピってないです。ウェイウェイ。おそらく最終的な判断をしたのはこの会社のトップだろう。お清らか。自分の事務所の社長が殺人事件の被害者になるなんて思いもしないじゃん。一体どんな確率なんだって話。どうせレアなことが起こるなら宝くじが当たるとかにしてくれればいいのにさ。でもいいこともあってね、疎遠になってた地元の友達からたくさん
さん連絡が来て、なんか同窓会みたいな感じで楽しいんだよね。こいつこの事態を完全に楽しんでるな。そう、その辺の話はまだ全然だね。副社長が引き継ぐのかもしれないし、他の事務所に吸収されちゃうかもだし。はあ、せっかく就職できたのに潰れちゃったりしたらどうしようかな。ねえ、お兄さんってギャルに偏見とかある人？私こう見えて尽くす系だし、候補に入れてみたりしない？そうだな、じゃあまずはデートから。わあ、なんか引くわ。悪い、やっぱ遠慮してくれ。イリスってアセトンちゃんのことだよね。なったら地下のスタジオでウェブラジオの収録中だよ。あ、だから電話に出なかったんだ。急ぐんだったら声かけてみるけど、どうする？いや、終わってからで構わない。リリってなんだよ。知らないの？業界の略だよ。活字で総略すのは知っていたが、まさか口頭でもそのように表現するとは。あ、オータン？今日は見かけてないかな。オータンってあいつ受付嬢とも顔なじみなのか。オータンはああ見えてコミュ力があるタイプのオタクだからね。一番厄介なやつじゃねえか。ん？まあいい。とにかくオータンが来たら俺のところに連絡してくれないか。番号はここに。へい、連絡先ゲットだぜ。悪用されないことを祈るばかりだ。水木、移動しよう。ここに長居していても時間がもったいない。そうだね。じゃあ次はどこに行く？